ーズスイート1秘密のキャンディー大作戦前編。自分の好きな人が同じように自分のことを好きになってくれるのって軽くすごいことだと思う。と気づくには少し遅い。松添キエ、18歳の冬。え、マミまた告られたの？まあね、でもどうせ振るけど。相変わらずモテモテだな、マミは。まだ今月3人目よ。そんな、まだ3人って。私なんてまだ一人も告られたことないのに。まあそのうちキエもモテ期が来んじゃん。そのうちって。はあ、お子様キエがモテ期？世の中そんな甘くねえぜ。2年の休みに早弁、しかもマジ食いしてるやつにモテ期だと？しかもなんだそのでかい弁当は。お前はワンパク小学生か。そんなの関係ないじゃん。そう思ってるうちは彼氏なんて夢のまた夢だな。おーいシモン、じゃあな、せいぜい頑張れよ。なになに桃屋、何すんのよ。たく、顔が危機としてんだっつーの。シモンに聞こえんじゃん。シモンね、なんでわざわざ恋愛と無縁のやつに惚れるかな。確かに外見はまあまあだけど。そんなこと言われても。確かにシモンっていつもふざけてて子供っぽいけど、彼女とかできたらその子にしか見せない顔をするのかなって思った時にはもう好きになってたんだもん。じゃあとっとと告りゃいいのに。無理だって、そんな勇気ないから。ったく、これだからキエは。まあいいわ。しょうがないからいいものあげる。はあ、恋の媚薬入りローズキャンディーよ。綺麗、中に小さな星入ってる。いい匂い。まあ一種の惚れ薬ってやつ。え、惚れ？それを寝る前に食べるとバラの成分で体内のフェロモンが分泌されて、男たちの視線は釘付け。マジっすか。ただし1日しか効かないから明日のうちにアクションを起こしな。ってマミは言ってたけど、じゃあマミのあのモテっぷりはこのキャンディーのおかげなのかな。見た目も味も普通のキャンディーだな。でも、もしも本当にシモンが私のこと好きになったら。キエ、好きだぜ。どうしよう、死んじゃうかもね。暴れすぎた。好きな人が好きになってくれるってどんな感じなんだろう。口の中、恋の味。あれ？何も変わってない気が。おはよう、キエ。おっす。つーか、その寝癖どうよ。シモンみたいなテンパは楽だよね。あれ？なんか普通じゃない？まさかフェロモンないとか。松添、これ前に借りてた CD ありがとな。え、ああ、うん。なんだろう今の。ごめん、今度新しいやつ買ってくる。じゃあ。え、急にどうしたんだ、平島のやつ。え、
これさっきパン買いすぎちゃってよかったらもらってくんない？大丈夫？寒くない？マフラー貸そうか？なんか今日かわいい なんでもないクラスの男子がいつもと違う。これってもしかして医薬入りキャンディーのせい？ボミックシュガーズ第1回いかがだったでしょうか。シモンはじめ役の森久保祥太郎です。松添紀恵役の中村えり子です。はい、というわけで今週から4週にわたってお届けする作品はですね、はい、マーガレットにて、ただいま好評連載中、山森美香先生のシュガーズでございます。はい、収録が終わりました。お疲れ様でございます。お疲れ様でした。まだ皆さんがいる中での、はい、我々のコメント通りですけども、はい、どうでしたか？あ、もう本当にね、久しぶりの女子高生っていう感じで久しぶりの女子高生そうですか。なんかね、こうどんどん実年齢が離れてきてしまった中村としては、まあ、いたしかたないことですか、それは。おい、どうなんですか、さ、俺こんなに甘酸っぱい女子高生経験っていうのを中村はやったことが、あの、実生活でなかったので。あ、そう。すごい、やったって思いました。実生活の高校時代かなり擦れてたのじゃ。やばかったです。やばかったんだもうかなり引き込んでましたね。あ、そっちのやばい方ですか。じゃあ、あんま触れないでおきますね、そっちの方ではね。いや、森久保さん、いかがでした？私ですか、はい、僕はあの、今日来てみて、はい、今日僕すごいスタジオに早く着いちゃったの。はい、2時間ぐらい早く着いちゃって、ずっとそこで時間潰してて、はい、台本も何回もこれでも読んだんですよ、今日。はいはい、これ、そう、今日はバッチリだと思ったら実際お会いした皆さんの、その周りのね、結構初めてね、ご一緒する方も多かったから。そうですね。やばい、老けてると思ってそっからのチューニングがもういや、バッチリだったと思いますよ、皆さんね。そうですよね。それで首を横に振れるやつがいるとは思いませんけどね。で、一応あのね、タクマがね、いたんで今日は、はい、あの、どうだったって言って、どうだったじゃん、やばいかなって言ったら、すげえ不安そうに全然大丈夫だと思った。そうそう、大丈夫ですか？大丈夫です。あんまりそんな興味ないですから、多分。なんでそんなの？ああいう美薬キャンディーがあったらどうしますか？使いますか？私は自分ではなくて、うん、好きな子に使わせたい。好きな、相手にですか？中村が好きな子に食べらしたいです。うん、でもそしたらその子モテちゃうんだよ、その人が。あ、そっか、中村のモテを好きになってくれるわけじゃないんだ。じゃないんですよ。だから自分で使うかどうかですよ。言ってたじゃないですか、使ったからこうなのかどうなのか、ほら、そこが分かんなくなっちゃったってことだもんね。デメリットもあったわけですよ。いや、キエちゃんが使ったから、うん、使ってないけど、うん、使ったから、うん、中村は使わないで取っときます。本当ですか、うん、僕はもう毎日飲みたいぐらいですけどね。もう俺は寂しいこと言われてますよ。大人買いしますよ、俺は。箱買い、もう多分常連になってね、そのうち一箱ぐらいサービスしてくれるぐらい買いますよ。はい、寂しいんですか？寂しいですよ。そんな、いや、それ今、あの、言わせないで、汲み取って今ので。あ、ごめんなさい。じゃあ今とかピーで。ピーとかもう別にいいんですよ。ねえ、あ、そうですか。今日はあの先生もね、はい、いらっしゃって。お綺麗な方ですね、先生、どうも。あの、お菓子のお土産までいただいて。そうです。先生は京都の方ですか？あ、全然違うんですか。ね、京都のお菓子だったんで、てっきり京都から。もうみんなでむしゃむしゃ食べました。美薬入ってたらどうします？美薬入って、おーって。美薬入って、おーって。みんな先生のこと好きになっちゃうんですよね。ねえ、というわけでございますけれども。はい、ね。あの、シモンみたいな男はどうですか？あんまり。うん。そういうこと言うなよ。まだまだこれからやるかもしれないんだから。しょっぱなから。違う。第2回もあるんだし。あんまり何？シュガーズの他のお話も、うん、あの、読ませていただいて。そう、結構いろんな男の子とかね、はい、女の子メインで。的にはもっと好きな子ができちゃった。おい、第2回はまだこれの時は結末を聞いてないんだから。みんな、あ、そうか、そうか、じゃあ今のとこも P で、ね、P とか簡単に入れないから。そうですか。何がダメですか？あ、他がいい人がいる。どういう人がいいんですか？はい、メガネで、うん、七三分けが好きです。あと頭いい人がいいです。うん、全然興味ないです。
でした？いや僕はですね、だからなんつうのかな、まあ言うたらね、めんどくさいね、男性諸君、そうですね、ちょっとめんどくさいことでしょ。キエちゃんがですよね。キエちゃんって、あの要するにちょっとドジなとことか、手がかかる感じのズボラなとことかってね、な感じなんですけど、だいたいそんなに多分ね、と思うんですけど、だいたいめんどくさい方にいっちゃうんですよ、僕。ああ、実はキエちゃんと中村ちょっと似てんじゃないかみたいな気がしてるんですけど。あの君ないよ別に。この時点で。この時点でないよ。先に振られてんだから指紋ないっつって。そんなないよ。あ、そうか。悪いけど。そうですね。ね。うっかりしました。うっかりさあ、そんな感じでやってまいりましたが。はい。これ次回もあるんですね。そうですね。はい。キャンディーを食べてしまったキエちゃんの周りが一体どうなるのか。どうなるのか。ということで、はい、じゃあ第2回、次回もお楽しみに。お疲れ様でした。お疲れ様でした。